そこから20メーターまでやってる。あ、食った。食べわらさかな。おー、ええ引きサワラか、サワラか、青もんか、青もんやな。ちょっと巻きが軽すぎてサワラかわからない。ありがとうございます。幸先よし。ちょっと巻き上げが軽すぎてサワラかと一瞬思ったぐらいです。今日は伊勢湾、鳥羽方面でジギングをしたんですけども、ソルティが IC、 とにかくね、しゃくり、もう一発目のしゃくりからすごく軽い、もう本当に滑らかで、もうジグ、あれこれ 200g ついてるのに、え、この軽さなのって感じで、すごく軽かったっていうところと、あと、まあ、船長さんがそこから5メーターとか10メーター、20メーターまで反応出てるっていうところで、まあそれより少し上までしゃぐってみたんですけど、まあそこから10メーター付近ぐらいで今日は結構当たりがあって、でそれからまあプラス10メーターっていうところをまあ重点的にやってみたんですけど、やはり後半になってくると100メーターとかしゃぐってるとかなり疲れてくるんですけど、すごく楽です、本当に楽ですというところと、魚かけてからも後半になってくると特に疲れが出て、あーしんどいっていう感じでこう緩んだ時にふっとバレることが多いんですけども、それもなく本当に集中してブリとのやり取りもできたので、すごく使いやすいリールです。でドラグも当然、スムーズな出方で十分満足の、結果となりました。よし、食った。ブリじゃない、ブリじゃない。しかし楽、息切れなし。お、走る走る。あと6メーター。よいしょ。お、お、お。いいじゃないか。よっしゃ、よっしゃ入れ、よっしゃ、よっしゃ入った。